waste another day. Eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right. We're losing track of time, buying things online, and it's not like we need them.前から海外でやりたいなっていう気持ちはずっとあって、でそれで、まあ、もちろんいろいろと可能性を探ってはいたんですけど、言いましたけど、やっぱそれがたまたま今年はそういうタイミングだったのかなというのを思いますし、今年狙ってきたってわけでもないし、来年だったかもしれない部分はありますけど、まあ、コロナで難しい部分はあったけど、もうとりあえず、来なくて嘆くよりとりあえず来て批判なり何なり受けた方がまだいいかなと思って来ました。まず違いはやっぱり、ゴールへの貪欲さ、ひたむきさというものはやっぱり海外特有なのかもしれませんけど、日本よりかはその部分にこだわりがやっぱり強いなと思います。あとはこれ、まあ、ドイツだけではないと思うんですけど、日本、海外全体としてやっぱり自分の武器を持ってる人、確立できてる選手がより活躍できてるなっていうふうには思います。俺といったらこれだっていうものを持ってる選手の方が有利だし、やっぱりまあもちろん B サッカー特有のルールのオーバーヘッドが一番強いっていうのは有効なのはありますけど、それを上手い選手はもちろんそこにの持っていき方っていうのはすごい形を持ってるし、自分のスタイルを持ってるし、あとはやっぱり球際の部分ではよりファイトする面は多いかなと思います。日本とドイツの B サッカーの違いの一つに加えるとして、日本は例えば全国大会はあるんですけど、そこに、参加するチームは予選を勝ち抜いたチーム、もう地域予選を勝ち抜いたチームでも、それぞれがその大会に向け全国大会に向けて宿泊代だったり、旅費だったり食事代だったりっていうのをチームで払ってます。ドイツはそのファイナル4に限って、ドイツの協会側が全て負担をするということに僕は一番びっくりしました。協会側が、宿泊施設、食事、渡航費、全てを負担するということで、まあ、ここに対するそこのファイナル4に関する、意気込みみたいなものはドイツのビサカーの協会は持ってるのかなっていうふうには思います。ドイツでっていうか、まず海外でやるにあたってやっぱり必要なのは情熱とかより言葉なので、そこはやはり、まあ、ある程度来る前にサッカーに関する単語はドイツ語である程度は勉強はしていましたけど、もちろん早口だったり、指示がどうだったりっていうのは細かい部分わかんないですけど、まあ、やっぱりあとは英語が必要になってくるんで、やっぱり一番は語学かなと、言葉かなと思います。あとはそういう、あとはそれぞれ の性格だったり、あのプレースタイルっていうものがあるんで、それによってやはり、重宝されたり、まあ、あんまり好かれなかったりっていうふうにはなると思います。日本とドイツリーグのどっちのレベルが高いかといったら、僕は正直、まあ、今年のドイツと比べたらあれですけど、日本の方がまだレベル高いのかなと思います。だけど日本はまだ全国リーグがないんで、地域リーグ止まりだから、そこで一概に比べることはできないですけど、技術とか、戦術だったり細かい部分はやっぱ日本人のリーグの方がレベルは高いと思います。だけどやっぱり球際だったり、シュート勝負へのこだわりだったり、得点力だったりっていうところはやはり日本の方が少しは劣るかな、ドイツが勝ってる部分だなと思います。だけど国代表レベルの話で言ったら、やっぱりドイツと日本だったら僕は日本の方が確実にレベルは高いと思います。初めて僕自身ユーロウィナーズカップという、サッカーでいう、チャンピオンズリーグ、B サッカー版のチャンピオンズリーグに出れたわけですけど、そこで、
まあ、そこでもやはりいろいろなチームが、各チーム、助っ人選手を呼んでたっていう部分もありますし、僕自身、代表選手の経験はないので、各国の代表レベルの選手と戦えたっていうことはすごい自分自身の財産になりますし、もちろんやっていて楽しかったです。きつかった部分もあるし、楽しかった部分もあるし、まあ、最終的にはまあ結構ボロ負けした試合も多かったですけど、すごい差があるかって言ったらそこまでないし、だけどそこまでないっていう部分は実はすごい大きいかなっていうふうな思います。でやっぱそこは何かって言ったら、やはりその技術とかもそうですけど、当たり前のことをシンプルに当たり前にやれる凄さ、これはやっぱりどの競技でもそうだと思いますけど、とても必要だと思います。ここがあるとないで強いチーム強くないチームの差がすごいはっきり出てくると思うし、シンプルに精度の高いプレーをで精度の高いプレーで相手の嫌がることをできるかできないかっていう差は、強豪クラブとそうじゃないクラブの、大きな差だと、違いと思いました。そのブーラガと対戦して思ったんですけど、まあ、最終的に決勝で負けてしまったんですけど、そのブラガというチームは、現役のブラジル代表と現役のポルトガル代表の選手の集まりで、もちろん、ポルトガルは、昨年11月に行われたワールドカップで優勝してますし、もちろんブラジルもたくさん優勝してますし、大体 B サッカーは5人でやって、ファーストセット、セカンドセットっていう風に分かって、フィールドプレイヤー4-4ずつキーパーいてっていう計12人やるんですけど、さあ試合始まりました。最初じゃあポルトガル代表セットで聞きました。あ、なんとか耐えたとします。だけどまたその次に出てくるのは現役ブラジル代表のセット、ブラジル、ポルトガル、ポルトガル、ブラジルの繰り返しなんで、やはりこちらは息つく間もないし、まあ一瞬たりとも気を抜けない戦いになりました。だけどやはり立ち上がりから自分たちのミスも含めて失点して、ファーストピリオドで2点取られ、セカンドピリオドで3点取られ、最終的なサードピリオドで4点取られ、計9点取られて、まあ結果論だけで言えばピリオドを増すごとに点はどんどん取られていく。で自分たちは最後の最後でたまたま1点取れたみたいな感じだったんで、だからまあもちろん負けるべくして負けたっていう部分はありますけど、今のチームにとってはここの世界王者とやれたっていうことはすごい大きな成長への糧になるし財産だし、それを踏まえて自分がどうしなきゃいけないかっていう良い素材教材だったなっていうのは本当に思います。海外で日本人選手がやるとしたら、僕が思うにはやはり多分さっきも言ったけど、自分の武器の確立と、言葉ですね。それがあれば多分日本人はうまいっていうふうに思ってもらえてますし、あとはその規律よくとか勤勉性とか真面目とかっていう部分もあるんで、そこは人間的な部分だとは思うんですけど、やはり一プレイヤーとしての技術の部分ではやはり、確固たる武器の確立、そしてその国の言葉を喋ることができたり、まあ、英語ができればおのずと、重宝されるんじゃないのかなと思います。だから、まあ、もちろん日本代表の選手とか日本代表経験ある選手とかっていうのもどんどん行ってもらいたいと思いますし、逆にそういう経験がない人、僕みたいな何もそういうナショナルプレイヤーの経験がない人でもどんどん行ってもらいたいねっていうのは思います。そうすることによっていろいろと感じることだったり、ああやんなきゃいけないなとか、ああでもここはできてたなとか、いろいろと学ぶことが多いと思うんで、自分の武器の確立と言葉、それを意識すれば僕は日本人選手でも海外でやっていけるっていうふうには思います。
waste another day. Eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it.